しね、邪魔まもなくマクドに着くので、マクドに着いたら俺はどうしたらいいの、その指示をください。マクドに着いたらどうしたらいいんですか、僕は。ちょっとマクドに着いたらどうしたらいいのよ、マクドに着いたらどうしたらいいの。Google マップが表示されてるだけなんですけど、これどういうこと。なんで、ちょっと待って、ピックアップ配達、どういうことこれ。準備中、あ、まだ準備中らしいわ、準備中らしいよ、まだマクドナルド内館店、どうしたいのこれ。そんなんは全然いいんですけど、そんなんはいいんですけど、店内でピックアップしか書いてないけど、店内入ったらいいのか。もうとりあえず店内入るぞ、店内入って、店内入ってウーバーイーツでーすって、ウーバーイーツでーすって、どこやったかな、あ、ここ、ウーバーイーツでーすって、なんでドナルドだよ、ちょ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 、もうなんかおかしなってる、マジで。あ、もうちょっとで着きます、マクド、マクドもうちょっとで着きます、400m 先、左、ちゃうで、大阪のマクドは犬やから、犬肉やから、あ、ドムドムもそうやけど、ドムドムはドッグドッグバーガーやから、ドッグドッグバーガー、そう、あのエリアによって材料違うから、若干味違うけど、あれ全部あの香辛料とかでごまかしてるけど、実はね、今はネズミです、ネズミ山式に増えていくネズミです。犬とか猫とかがペットブームで売れちゃって在庫切れなので、今はネズミを養殖してネズミの肉でやってます、ネズミです。いやー、ウーバーイーツやっちゃったよ、ついについにウーバーイーツやっちゃったよ、どうする、ついにウーバーイーツやっちゃったよ。じゃあもう間もなくね、一旦ね、マクドナルドに到着するので配信切りますね、はい、商品をもらったらまた枠を開けて報告します、報告します。え、開けといていいのこれって俺の名前とか入らへん、お客さんの名前とか入ったらまずくない。今日はもう初回やから、今日はちょっと一旦切るね、で、受け取ったら到着するまでの間また配信して、え、外置いといたら危険だろ、スマホ2台も外置いといたら危険だろ、え、着いたんだけどマクド、ちょっと、え、大丈夫、君らの大丈夫が一番信用できへんねん、あ、ミュートにする、いや、じゃあ一旦ほら、もうマクドついたから一旦ここでね、まだついてないわ君らが一番信用できへんわ、あれ期待進むになってるわ、マクドはそこちゃうの、え、どういうこと、もう Google マップおかしいし、Google マップおかしいやろ、お前言うてることが、あ、お客さんの家こっから10分ぐらいらしいぞ、車で7分、あれ2分になった、どっちやねん、どっちやねん、あ、これまだマクド探してるこいつ、バカじゃねえの、あ、このナビもしかして、え、もしかして
あっつ、ちょっとあのこれなタオル商品をあの包むタオルというよりは俺の汗を拭くタオルの方が必要なんだけど、ちょっと一旦ミュートにして、手に
受け取ったよ。受け取って今も向かってますよ。すぐそこなんだけど。こんなもん俺に取りに行かさんと、お前買いに行けよ、自分で。自分で買いに行けよ、お前。すぐそこやないか。おちゃん、お前。なんか、バーガーとポテトと飲み物1個だけなんだけど。バカじゃねえの？バカじゃねえの、こいつ。ほんと。こんなことで俺をパシリに使ったのか、お前は。お前は。お前は。お前は、お前は、お前は。あ、でももうこれ、次の道ぐらいを右に左に曲がったとこかな。じゃあ、Google マップがさ、全然有効に使えないんだけど。Google マップがあかんすぎて、もう届け終わるよ。もう届け終わるよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。届け終わるからちょっと待ってね。これ左曲がったところだ。これ左曲がるところだ。飲み物が倒れてないかちょっと不安なんだけど。あれ？え？ちょっと待って、こんな右側に建物なんかないんだけど。え？ちょ、Google マップおかしいだろ。ちょ、右側に。右側にそんな建物もないし、あの地図と違うなんか斜めの道に入ってきたんだけど。これちょうどもうちょ、ほんま勘弁してマジで。道違いすぎるから、こう地図狂いすぎてるから。あ、あれかな。違う、これ団地やで。これ団地、団地やんこれ。え、どこ、ここ、どういうこと、まだ先。精度を下げてないか、どういうこと。じゃあこの Google マップでは道まっすぐって言ってるけど、俺リアルでは道曲がってんだよ、ここ。やばくない？やばくない？右側ってゴール地点に俺今いるんだけど、ゴール地点今橋の上なんだけど、どういうこと。どういうこと。橋の上がゴール地点ってどういうこと。え、なんか建物、マンション山ほどあるで、これ。ほんで俺こん中からその人の家探すの不可能だろ。じゃあこんな中から、え、何号棟とか書いてないのこれ。ちょっと待って、住所で探そう。住所で探そう。まずこれはあかんわ。これはあかんで。これはあかんで。これはあかんで。これはあかんやつやで。じゃあこのアプリの、ウーバーのアプリの使い方が俺そもそも分かってないから。そんなもんできるか。14、14、14、あ、来た来た。13の7、どこや。13の7。もう近い近い。俺はあのほらデリヘルしてたから、あ、着いた着いた。これは間違いない。これしかない建物、ここだわ。ここの何号室なんかやな。ちょっと行ってくるわ。何号室かが問題や。よいしょ。そうやね、何号室やね。あれ、玄関先まで配達になってるけど部屋番号が載ってないぞ。電話させてもらおうか。玄関先までって書いてあるけど部屋番号載ってないんだけど。マイメロディさん、みんなで一本一バイト代にちゃんと人数分で割ってね。
大変お待たせいたしました、ウーバーイーツです。今あの建物の前についてるんですけど、ちょっとあのお部屋番号の記載がなかったものでお電話させていただきました。あ、じゃあお呼び出しさせていただきます。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました、失礼いたします。お待たせいたしました、ウーバーイーツです。